国木田ドッポから1908年6月23日は、日本の小説家、詩人、ジャーナリスト、編集者。千葉県長州生まれ、広島県広島市、山口県育ち。陽名を亀吉、後に鉄夫と改名した。筆名は、ドッポのほか、古等生、鏡面生、鉄布生、九天生、田舎館、ドッポ銀客、ドッポ生などがある。山 柳田国おらと知り合い、ドッポギを発表。詩や小説を書き、次第に小説に先進した。武蔵野、牛肉とジャガイモといったロマン的な作品の後、春の鳥、竹の木戸などで自然主義文学の先駆とされる。また現在も続いている雑誌、婦人画法の創刊者であり、編集者としての手腕も評価されている。夏目漱石は、その短編、 純査を絶賛したほか、芥川龍之介も、国木田独歩の作品を高く評価していた。ロシア語などへの翻訳がある。誕生、少年期1871年8月30日、国木田忠し淡路島の子として、宮谷県会上郡里町市に生まれた。父、1八8は、旧達の藩士で、榎本武明討伐後に、町子沖で避難し、吉野屋という旗子で、 しばらく療養していた。そこで奉公していた、マンという女性と知り合い、ドッポが生まれた。この時、1008は国元に妻子を残しており、マンも離縁した、米国省の宮城次郎との間にできた連れ子がいたと、される。ドッポは、戸籍上は、宮城次郎のことなっているが、その他の資料から判断して、父は1008であるらしい。百七十四年、 1008は、万とドッポを伴い上京し、東京下屋都市町脇秋阪旧判定内に一家を構えた。1876年には、国元の妻と正式に離婚が成立している。この頃、1008は、司法省の役人となり、中国地方各地を転任したため、ドッポは5歳から16歳まで、山口、萩、広島、岩国などに住んだ。少年期、 学校の成績は優秀で読書好きである反面、相当ないったずらっ子であった。喧嘩の時に相手を爪で引っかくことから、ガリガメとあだなされた。自らの出生の秘密について思い悩み、性格形成に大きく影響したとみられる。西美小学校館医学科、山口今道小学校を経て、山口中学校に入学。同級の今井忠春と進行を結んだ。 1887年、学生改革のために山口中学を退学すると、父の反対を受けつつも、今井の勧めで上京。翌年に、東京専門学校英語普通科に入学した。吉田松陰や明治維新に強い興味を持ち、学生運動にも加わる。徳富祖宝と知り合いになり、大いに影響を受けると、その後一転して、文学の道を志した。この年に、 諸女作、アンビシオンを、女学雑誌に発表したほか、青年思え海などの雑誌に文章を寄稿するようになる。さらにこの頃から教会に通うようになり、日本キリスト教会の指導者、植村正久を崇拝する。1889年7月10日、哲夫と改名。1890年9月には、英語政治家へと転化した。ワーズワースやツルゲーネフ。 カーライルなどを好んだ。1891年1月4日に、上村正久より洗礼を受けた。この年、学校改革と校長、鳩山和夫への不審のために同盟休校を行い、間もなく退学した。同年、朝郷村の家族が移り住んでいた吉見家に身を寄せ、釣り屋の山の散策をしてしばらく過ごす。月金という弦楽器が上手で、 月夜の晩によく奏でていたという、近所の朝郷小学校で英語の教弁をとることもあったようだ。吉田松陰の門弟で、見解な老人として知られる、富永雄林を訪ね刺激を受けて、廃校となった小学校の校舎を借りて、波の英学塾を開設。弟の修士や近隣の子供を集めて、英語や作文などを熱心に教えた。後に、 富永優里をモデルとした、富岡先生を表している。8月に、田伏町、浅里府村に仮住し、石崎家に家庭教師として出入りするうち、石崎富と恋仲となった。翌年富に求婚するが、富の両親に反対されて、思いを遂げられず、後失意のうちに、弟と共に上京した。どっぽがあまりにも、 熱狂的なクリスチャンだったことが原因とされる。その後、酒中日記や、非巨来などタブ伏を舞台にした作品を多数発表している。1892年2月から1894年の2年間、屋内に居住。1893年2月3日、没後に出版されることになる日記、アザムカザルの木を書き始める。 同年、徳富祖法に就職先の圧戦を依頼。祖法の知人で、ジャーナリストの矢野隆慶から紹介された、大分県佐柄市の鶴谷学館に英語と数学の教師として赴任し、熱心に教育を行う。だが、クリスチャンであるドッポを嫌う生徒や、教師も多く、翌1894年7月末に退職する。佐柄滞在の初期にドッポに同行して、 鶴谷学館に学んだ弟、修士と共に下宿したのは、館長、坂本英年の居宅であった。1894年、青年文学に参加。民有者に入り、徳富祖宝の国民新聞の記者となる。この年起きた日清戦争に海軍自由軍記者として参加し、弟、修士に宛てた文体の相手通信をルポルタージュとして発表し、国民新聞記者、 国木田哲夫として一躍有名となる。帰国後、日清戦争従軍記者、招待版3回で日本キリスト教婦人教風会の幹事、佐々木豊氏の娘、信子と知り合う。熱烈な恋に陥るが、信子の両親から猛烈な反対を受けてしまう。信子は母、豊氏から監禁された上、他の男との結婚を強要されたという。ドッポは、 信子との生活を夢見て、単身で、北海道に渡り、石狩川の支流である空地川の森林地帯に土地の購入計画をする。空地川の岸辺はこのことを綴った短編である。1895年11月、信子を佐々木家から感動させることに成功し、徳富祖宝の売借で結婚。図紙で二人の生活が始まったが、 あまりの貧困生活に耐えられず帰京して、両親と同居する。翌年、信子が失踪して、競技離婚となり、強い衝撃を受ける。この天末の一部は後に、有島武雄によって、ある女として小説化された。一方、信子側からの視点では、信子の親戚の総マクロビカ光が主記、国木田独歩と信子を書いており、ドッが理想主義的である反面、かなり独善的で、 男尊女卑的な人物であったと記されている。昇進のドッポは、祖父や内村勘蔵に、アメリカが修国業の助言を受けるが実現しなかった。1896年、東京府豊玉郡渋谷村に今日構え、作家活動を再開。同年11月、田山家対、松岡国よらを知り、1897年、ドッポ銀を国民の共に発表。 さらに固い、国浦の詩が収められた、助上詩が刊行されるが、ここにも、ドッポの詩が収録された。5月、小説、源のおじを書く。なお、欺かざるの木の記述は、この頃まで。1898年、下宿の大屋の娘、榎本治と結婚する。治は、後に、国木田春子の名前で小説を発表し、ドッポ社の解体までを描いた、破産を、 一万長宝に寄稿。政党の総監にも参加している。双葉邸氏名の分け、ひきに影響され、今の武蔵野や、初恋などを発表し、ロマン派として、作家活動を始める。1901年に、初の作品集、武蔵野を刊行するが、当時の分断で評価はされなかった。さらに、牛肉とジャガイモ、鎌倉夫人、酒中日記を書く。 1903年発表の運命論者、正直者で自然主義の先駆となった。これらの作品は後に1905年にドッポ州1906年に運命とまとめられて刊行され、高く評価されたが、作品発表当時の分断はまだ、小崎公用と高田露伴が主流のいわゆる航路時代であり、時代に早すぎたドッポの作品はあまり理解されず、 文学一本では成形を立てられなかった。1899年には再び新聞記者として放置新聞に入社。翌年には政治家、星通るの機関士、民生新報に編集長として入社する。編集長としても有能だったが、すぐに星が暗殺され、1901年に民生新報を退社。再び生活に困窮して、祭子を実家にやり、単身。 その頃、地遇を得ていた政治家、西恩寺金持のもとに身を寄せる。その後、作家仲間の友人たちと鎌倉で共同生活を行った。1903年には、矢野流景が、経営業者から相刊を打診されていた、月刊のグラフ雑誌、東洋画交の編集長として抜擢され、3月後から観光開始する。だが、雑誌は赤字だったため、9月後から矢野流慶が、 社長として、金字画報社を設立し、雑誌名も、金字画報と変更した。1904年、日露戦争が開戦すると、月1回の発行を、月3回にして、戦字画報と氏名を変更。戦況をいち早く知らせるために、リアルな写真の掲載や紙面を版化を打ち出すなど、有能な編集者ぶりを発揮した。また、派遣記者の小杉未の漫画的なユニークな絵も、 公表で最盛期の部数は月間10万部を超えた。また、日露間の講和条約であるポーツマス条約に不満な民衆が日部屋焼き打ち事件を起こすと、わずか13日後にはその様子を国名に伝える特別号東京総上画報を出版した。それに先立つ1905年5月の日本海海戦で日露戦争の勝利がほぼ確実になると、ドッポは 戦後に備えて培ったグラフ氏のノウハウを活かし、翌1906年初頭にかけて新しい雑誌を次々と企画、創刊する。子供向けの少年知識画法、少女知識画法、男性向けに芸妓の写真を集めたグラビア誌、美観画法、ビジネス雑誌の実業画法、女性向けの婦人画法、西洋の名画を紹介する西洋近世名画集。 スポーツと娯楽の雑誌、遊楽画法などである。多数の雑誌を企画し、十二種もの雑誌の編集長を兼任したが、日露戦争終結後に、金字画法の部数は激減。新発行の雑誌は、売れ行きの良いものもあったが、社全体としては赤字であり、1906年、矢野流慶は、金字画法社の解散を決意した。そこでドッポは、自らドッポ社を創立し、 金字画法など5しの発行を続ける。ドッポの下には、小杉未成をはじめ、久保田宇津保坂本グレンド竹林無双安ら、友情で結ばれた画家や作家たちが集い、日本初の女性報道カメラマンも加わった。また、当時人気の漫画雑誌、東京パックにヒントを得て、漫画雑誌、上等ポンチなども観光。単行本としては、沢田武将編集で、 当時話題となった、猟奇事件、尻肉事件の犯人、野口お三郎の獄中の手記なども発売した。翌1907年に、ドッポ社は破産。ドッポは、肺結核にかかる。しかし皮肉にも、前年に刊行した作品集、運命が高く評価され、ドッポは自然主義運動の中心的存在として、分断の注目の的になっていた。 神奈川県高座郡茅ヶ崎村にあった結核療養所の南湖院で療養生活を送る。竹の木戸、休止、節操などを発表し、1908年には見舞いのためのアンソロジーとして、田山方隊、双葉亭氏名、岩野方名らが28人衆を観光して励まそうとするも、病状は悪化。同年6月23日に38歳で死去した。絶筆は、 に老人。改名は、天心院、ドッポヒアキラコ葬儀は、当時のドッポの名声を反映して、多数の分断関係者らが出席し、当時の内閣総理大臣、西恩寺金持も代理人を送るほどの壮大な、ものであった。友人の大山ア家隊は、ドッポの人生を一文字で表すなら、急であると長字で述べている。なお、ドッポの死後に過月後に次男が誕生している。 意外は、茅ヶ崎で、ダビに伏したたち、東京市麻布区の青山霊園に葬られた。墓石の、ドッポ国木田哲夫の墓の文字は、田山家隊の記号による。2010年3月1日発行の、漢報で無縁墳墓等階層広告として掲載されたが、無縁階層は、免れている。作品は主に、武蔵野、独歩集、運命、人生、独歩集第二、 なぎさの六短編集に収められている。1893年10月、佐柄町、鶴谷学館教師として、弟と共に、佐柄へ。佐柄滞在はわずかに一年足らずであったが、佐し寛山、彦岳、元越山、津賀群山などの山々に登っている。中でもどっぽが最も愛し、何度も登ったのが、佐柄城跡の城山である。その様子が、 アザムカザルの木に詳しく記されている。城山の山頂には、ドッポの日が建てられている。佐柄滞在の経験は後に作品に大きな影響を与えることとなり、春の鳥、源の王子、鹿狩りなど、佐柄を舞台とする作品として結実している。城下町、佐柄木区二木田ドッポ館は、佐柄で、ドッポが下宿した、坂本英年の元邸宅である。ドッポの、 武蔵野は近代化で失われつつあった雑木林などを含めた東京成功の自然美を人々に知らしめたことで現代に至るまで評価されている。ありがとうございます。